ャンプ場に着いた瞬間、土砂降りです。ああ。よう降るね。あらら、もう雨女を発揮しております。止むのかな。向こうの空は明るいけど、ザーザー降りです。はい、場所を移動しました。ちょっと小雨になったかな。今日もこんな感じで荷物を積んできました。雨が止んできたので組み立てるかな、テント。何角形にしようかな。取ってからやればよかった。分からんくなったぞ。違うのこれ。あー、間違えた。違う違う、これ六角形じゃなくて海だ。やり直しだ。くそー、6。できた。こんにちは、小夏です。今回はですね、久しぶりにまたこのタッソを立てたんですけど、オプションポールっていうのがあって気になったので買ってみました。これをやってみるのと、あとインナーテント、タッソ用じゃないんですけど、もういい感じのがあったので、これもやってみようと思います。はい、じゃあポールを開けてみようと思います。そのポールを買ったのがこれが一番長いやつ、 AL ラチェットポール 210cm って書いてあります。このポールと、あとこれは同じやつ2つなんですけど、一緒、同じく AL アップライトポール 130cm だって。これを使って六角形なんですけど、今前をパッカーンって開けれるようにしたいと思います。ういうい。あ、
長さが変えれるんだね。わあすごいすごい。こっち何センチ間隔だろう。これ長さが変えれるようになってます。一番長くて210なんかな。あ、取れた。これが130センチのやつ2本。簡単にこれ、ポールの付け方の説明です。この両サイドにチャックがあるんですけど、そこのチャックをまず開けてからの、これを一番長いやつをここの真ん中につけて、両サイドにこれをつけて立てる感じ。うん、 OK ですね。 OK です。ではじゃあまずここを開けて、最初に開けとけばよかったんだ。上まで届かんじゃんか。ミスった。本当はチャック上まで開けなきゃ。はははは。オッケーオッケー。なんか面白い形になったけど、これをつけるのにロープもいるよね。でここにあるんだけど、ファストについちゃったやつをつけるか。よし、あーちょっと待って、こっち外さんとダメなのか。ちょっと待って、ストップストップ。いいよ。こんな感じなの。仮にこの辺だとしてさ、こういうことか。でここでペグ打って、誰かペグ取って。できた。一応こんな感じで発汗スタイル。すごい。いいんじゃない。できました、発汗スタイル。すごいねこれ。かなり、これ動画で伝わるかな。これすっごい広いわ。中に入ってみると、あ、ぼやけた。かなり、なんて言うんだろう、プライベートな感じがするね。プライベート空間ができた感じがします。両サイドが見えんくて、前だけパカッて開いちゃって、かなり広いねこれは。いや、すごいすごい、できた。わあ、すごい。いいんじゃないか。はい、次にこのインナーテントなんですけど、これタッソには今、現時点でインナーテントって専用のやつがなくって、でこれに合いそうなやつの大きさを選んで私は買ったんですけど、それがちゃんと合うかどうかやってみようと思います。それでインナーテントを買った理由は、やっぱりね、虫が、これでまあ泊まるとなった時に虫がね、あれなんで、カヤ的な感じあった方がいいなと思って
インナーテントを買いました。じゃあ説明書見ますね。これはツインピルツフォーク L ハーフインナー、ウインナー、ハーフインナーを広げ、あ、まあ設置はここに引っ掛けてバサッとやる感じなんですけど、このインナーの大きさが、そう、ハーフと半分、半分なのと半分じゃないやつがあって、私はこの室内じゃないところ、全室の幅を取りたかったのでハーフにしました。ほんでね、横幅が200センチ、高さは360センチだって。うん、まあとりあえずじゃあつけてみましょう。ここに引っ掛けるってことだよね。これをどうなっちゃう？あった。これフックがついてるので、これをやるのは後からなのか。最初にそこの下の隅の4箇所にペグにこの端っこ引っ掛けろって書いてある。このピロピロのところをペグに、よいしょ、外側のペグのとこ引っ掛けるんだ。 OKOK、 いいんじゃないか。はい、今、4箇所ペグのとこ引っ掛けて、こんな感じですね。やっぱどうしてもポールがあって、この形だとちょい斜めな感じでできるけど、まあでもぴったりなサイズだね。今これ六角形から展開してパッカンして引いたやつ、こんな感じです。これを、よいしょ、これを映るかな、よ、このやつを上に、向こうの上のとこに引っ掛けるんだね。じゃあこれを下ろして、大丈夫かな、よいしょ、ゆっくりゆっくり、あよ、引っ掛けましたよ。こんな感じで金具のとこに引っ掛けてます。いいんじゃない、できた、じゃん、できました。全体はこんな感じです。わー、すごいよね。じゃあ開けてみようと思います。わー、すごい雨降ってきたよ。めっちゃ降ってる。タッソ、濡れタッソ。じゃあこの中に入ってみようと思います。ちょうど入り口のところにポールが来てしまうけど、まあそんなもんだわな。で、今日はね、まあ特に泊まったりしないんで、グランドシートは持ってきてないです。まあこれ用のやつは持ってないんだけど、うん、そのままやっちゃった。じゃあ入っていこうと思います。ここから開けて、よいしょ、誰かここをこうやって持っててほしいよ。あ、マスクの中に虫が入ってる。うわ、やばいやばい、よいしょ。お、すごい、中に入ってみましょう。はい、ではこの中に入って、じゃーん、わかるかな、こんな感じで一人で広々十分って感じかな。二人だとちょっと狭いね。三人だともっと狭いね。お、ちょうどいいんじゃないか、私には。上はまあこんな感じ、寝っ転がってみたらちょっとわかるかな、大きさが。
お邪魔します。お、こんぐらい、これくらい寝たら、よいしょ、あ、全然余裕じゃん。いいんじゃない。広い広い、一人に十分の広さじゃない。すごーい。ここ開くんだね。はい、今小夏は中に閉じ込められました。一人で、中に入ってみたら、そう、全部閉めたらちょっとまあ圧迫感はあるけど、まあね、そんなもんだよね。虫が入らんようにしてこの広さは十分で、これをメッシュにしようと思うので、ここを開けて、誰か、はい、メッシュにしようと思います。さっきね、チャックを開けたので、じゃーん、これが今メッシュにしたところです。網戸ですね。画面ではちょっと分かりにくいかもしれんけど、もう一面が全部、上もね、パッカーンって網戸になるんで、これは風通しいいんじゃないかなと思います。いいね、いいね、いいね、いいね。お邪魔しました。はい、外に出てきました。今私がここ、一人じゃこうなってあかんって言っちゃったけど、まあ、ここにスタピって止めるとこがあるので、まあ、これはペグとかで止めちょいたら私みたいなことにはならんと思います。あと今これ六角形のパッカンスタイルの一番高い状態でポール立ててるんですけど、インナーのあのベルトの黒い部分が一番長くして届く感じです。で、まあ七角形八角形やっていた時に、うん、そこを調節したらまあ全然大丈夫かなと思います。このさっきあのペグに引っ掛けた部分も、これが七角形八角形になった時に、あのドワンってなった時にはこのベルトを、今一番短いけど、それを伸ばしていけば、うん、届くんじゃないかなと思います。だけど大丈夫だね、これ。使える。水滴がすごいね。これ。おぉ。おけきょ。見えんかもしんけど、すごいザーって流れたよ、今。はい、ということで、今回はこのポールのやつを使って、タッソのオプションというか跳ね上げ式の感じにするのと、あとはあのインナーテントをつけるっていうやり方を、やってみたんですけど、うん、ちょっと最初はポールは私手こずってしまったんですけど、うん、慣れてる方は全然できると思います。私でもまあできたので、うん、皆さんもぜひぜひやってみてください。あとはそうだね、インナーテントはうん、めっちゃいいです。まさかこんなにぴったりフィットするとは思わなかったので、うん、これは使おうと思います。コットも考えたんですけど、コットを買うより今使ってる寝袋を使って、それであの虫も入ってこないようにして、これからキャンプをしようと思います。うん、虫対策は大事だからね。うん、これの良かったのがメッシュになってるところかな。全面がバーってメッシュになるところがすごいいいなと思いました。うん、本当にね、さっきも撮影中に結構虫に噛まれたんですけど、これから気をつけましょう。はい、ということで、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ですね、お知らせなんですけど、この度ベースっていう、
ネットショップがあるんですけど、そこから、こなつキャンパーオフィシャルショップっていう名前で、グッズをまた出しておりますので、リンクの方は概要欄に載せておきますので、また見てください。T シャツはね、なんかあのおじいちゃんがこの間言っちゃった何のためにとかを私が筆で書いたやつとかの T シャツとか、あとはの筆で書いたキツツキとかアメンボとか、アメンボじゃない、いろいろこなつキャンパーの絵とかをそのまま T シャツにしたやつも作っておりますので、よかったら見てください。よろしくお願いします。これからいろいろものは増やそうと思ってますので、ぜひぜひフォローよろしくお願いします。はい、あとインスタグラム、ツイッター、ブログもやってますので、ブログの方も更新をちょっと頑張ってやってみようと思いますので、よろしくお願いします。ぜひぜひ覗いてみてください。はい、あとはこの夏のお休みラジオですね。ラジオはのんびりと、アップしておりますので、そちらも覗いてみてください。サブチャンネルでございます。はい、いっぱい喋りましたけども、最後までありがとうございました。はい、よかったらチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。はい、お願いしますそれじゃあまたね。Oh.